はい、今回ファイナル3最強見てきました。いや、初戦のゴリランダー対海竜の戦い、いや普通に暴風ドラマアタックで貫通した上に海竜星群完全に封じ切ってドラゴンクローノとアクロバットのっていうよりゴリランダーが強すぎるなと思った。あれで結構耐えてくれてすっごい頑張ってくれてたけど負けてしまって、で次にサトシが出したのがネギがないとスターアサルトで10万馬力をとりあえず1回は突破したものの、その反動で動けないところを攻撃されて連続切りしに突っ込んだところをネギがないとの盾で撃ち落とされて、アクロバットでネギがないとも落とされてしまって、で次に出したのがウオナラゴン、うん、今回も最初からあの赤いトゲトゲついた状態からスタートで一番はやっぱドラゴンダイブするときにあのネギがナイトが映るところがすごいエモくて、そのまま倒す、あのゴリランダー突破してくれましたと。で次にダンテが出してきたのがエリスバーンで、うん、技に応じてそれに向かい打つような形で技変えてきてたので結構頑張りはしたものの、のオーナラゴンやられてしまって、最後ピカチュウ1体に対してダンテがリザードン出してきて、いや一番熱いシーン、巨大極炎対1000万ボルトで、1000万ボルトした後は大体勝つような状態だったのに、まあ第5戦でさえ3発避けられて4発当ててのアイアンテールでとどめさしたのはありますけど、今回に関しては巨大極炎で完全に相殺されて終わってしまったので、1000万ボルトが届かないのかと思って終わってしまいました。次回無限ダイナがなんかしてくるとは思いますけど、どうなるのかな。リザードン倒すところで引き分けそうな感じもするんだよな。というわけで今回はこんなところで、ご視聴ありがとうございました。コメント欄で思ったことなど書いてくれると嬉しいです。